では、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今晩は七夕だよ。あれ、僕ん家の方はもうやったけど。こっちは8月なの。お菓子まだ買ってきてないんだわ。ろうそくだけじゃダメなのかい。今の子はね、お菓子だけなんだわ。はい、どうも兄です。続きやっていきたいと思います。まあ兄ですっていう紹介もおかしいんですけど。さあ、あ、そっか、昨日なんだ、肝試しで取ったクワガタが68センチぐらいでかかったよね。あれちょっとやってみようか。その前にちょっと蜂蜜じゃなくて砂糖水を作りたいな。私は試しに砂糖水を作ってみることにした。お、ダンカンさん。苦労して出来上がった砂糖水は台所に置いてあった小さな空き瓶に入れることにした。よし、これでここの虫は全部僕のものだ。それちょっと独裁者精神みたいなのがあるな。さあ、行くかね。どうしよっかな。こっちから行くか。ハヤトのやつをちょっと打ち負かしたいと思います。あ、その前にイカ飯忘れた。イカ飯の世話していかないと。あとツバメ、これ忘れがちなんだよな。よし。よし。お腹空いてた？イカ飯は一生懸命ミルクを飲んだ。もっと飲みたい。さあ、乳搾りやりましょう。出ないな、全然おかしいな。興奮してる。あ、出た。これでようやくお母さんの父を飲めるな。ちょっと行こう。出ないんだ。お乳の出が悪いな。よーし、いっぱいになった。さあ、イカ飯飲まそうかな。はい、ミルクだよ。おーし、これで OK。 ん？こっちじゃない。ツバメ。あー、こっちじゃなかった。こっちだ。うん、 OK。 さあ、秘密基地に行こうかな。あー、そっか、塗らないといけないな。あそこ行こう。あー、レンガ取ろう。あと2個かな。5個必要なんだよね、確か。あそこ取るのにクワガタの木にね、あ
な大きいのあった。おお、いい景色。おお、あ、これこれ、この木ね。何かいるかな。うん、砂糖水を使おう。何かいるかな。やっぱいないか。さあ戻ろうかね。雪崩があります。綺麗なひまわりが。さあ秘密基地に行こう。今何時だ。あー、もう2時か。暗くなっちゃうよこれ。ザリガニ取っていこうかな。やったー。お、大きくない？これちょっと、あれ中ぐらいかな。なんで、何かいるかな。いるかな。砂糖水を使おう。よし、秘密基地。わー、暗くなった。虫相撲厄介。俺様に勝とうなんて2万5000年早いぜ。うん、私もやるよ。というわけで今日の生贄は僕くん。は？生贄？何の話だ。よし、まず俺が相手だぜ。ビビんなよ、俺のこのデカさを見て。見ろ、間違えた。頑張れ。よし、いけ、いけるよ。自力では勝ってるよ。うわ、負けちまうよ。俺の勝ちだぜ。おい、技のレベルが上がったぜ。新しい技を覚えたんだ。なんでだ、なんで勝てないんだ。こんなことなるとは思わなかった。勝ってざわめろっていうことしか思いついてなかった。黙っちゃったよ負けた時。行こう。こいつ強いな。こいつ任せないぞ俺。技出して倒すしかない。いけいけいけ、いける。うー、よし、今回は今回さ。まあ確かに負けっぱなしだからな。次は私だよ。そう言われてもおかしくないかな。3回押したらなかなか技出すね。さすがにいけいけ、わざわざスタミナじゃ負けるよ。負けないで。よし、あれ、いけるなこれ。いけたね。え、負けないで。もっと、いけ、負けないで。なんで下がった。なんですかそれ。負けないで。おお、負けんじゃないこれ。楽勝かな。俺勝つって、あんな状況から負けるときあるのか。なんということだ。負
けるなんて想定してなかった。4回押していこう。待ってね。いけ。よし。もう一発。もう一発。もう一発。負けるよ。もう一発。あー、負ける。あ、楽勝かな。ねー、勝てない。強いな。こいつで行こうかな。一回。待ってね。よし。いいぞ。その下がって戻る、なんとかしてくれ。行け。負けないで。行け。負けないで。おお、押し出し。うわ、ギリギリ。押し出し、これ。ああ、負けちゃったぜや。おい、技のレベルが上がったぜ。やったね。新しい技を覚えたんだわ。次は僕の番だべさ。うわ、でかいな。よし。よし、行け。確か説明のとこに同じ虫同士だったらでかい方勝つって書いてあった。まずいっしょ。おお、いけるんじゃないこれ。うわ、また負けちゃったべさ。やった、強いねこいつ。じゃあ次は俺の番ね。8月1日採取って書いてるから一番最初に捕まえたやつ。いけいけ。いけるよ。うわ、負けちまうよ。押し出し。あ、違う。はっ、今回は今回さ。よーし、勝ったね。次は私だよ。よし、待ってね。いけ。いけるよ、全然これ。押し出し、押し出し。いけ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 る、押し出し。そのままそのまま。うわ、ギリギリ。あ、よし、負けちゃったしや。次は僕の番だべさ。よし、いけ。いけいけいけるぜよ、いけるよ。まずいっしょ。よし、勝てるっしょこれ。踏ん張れ、こらえろ。やったね、自転車問題。うわー、あんな負け方、うっちゃり。くそー、あんな負け方あんのか。奥が深いの。奥まで行くか。もう短期決戦に行くか。3回押して。よし、行け。え、少し押しとくか。どういう状況やる。おい、いけ。この三角でどうしたらいいんだろう。あ、やばい、押しちゃったよ。負けちゃうよこのままじゃ。ほら、横じゃなくて技出さない。わざ。あー、負けちゃうこれ。お、あー、負けちゃうよこれ。僕の勝ちなんだわ。うっさー、強えな。余計なことしたな今。
効果。そうだね、試合中触れるんだな。忘れてた。よし、行け行け。よし、うわ、まずいっしょ。いけるよ。うわ、まずいっしょ。あー、負けちゃってるぞ。よし、技レベルがアップしたぜ。今度はどんな技だべ。じゃ、次は俺の番ね。よし。うわ、負けちまうよ。休む。うわ、負けちまうよ。休む。横向いちゃダメ、横向いちゃダメ。いけいけいけ。よし。今回は今回さ、スタミナ勝ちが多いな。ここはらしい。次は私だよ。強いぞこのここは。今回スタミナじゃ勝てんからなこれ。待ってね。いけ。ねえ、横向いちゃダメ。いけ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 る、技。よーし。お、それは一体なんだ。いけ。よーし、よーし、もう一回、もう一回。わー、おー、勝ったー。強いね。次は僕の番だべさ。ちょっと待った。ちょっと勝ったまま終わらせよう。何がいるかな。戦わせてないのがいるな。ノコギリクワガタ42、相手36だったね。行け。行けるよ。相手の方がちっちゃいからね。おお。なあ、悔しい。技下すくい投げ。次は俺の番ね。でかいな。頑張れ。いけ。いける。頑張れ。ああ、これ負けるな。ああそれ何それ。やった、いけるぜ。頼む頼む頼む。ああ、そういうことじゃない。負けるこれ。ああ、ギリギリ。やった、いけるぜ。頼む。やった、いけるぜ。ああ、くそ、負けるかな、これ。頼む。うわあ。やった、いけるぜ。いけ。やった、いけるぜ。ああ、やばい、やばい、やばい。あー、スタミナが。俺の勝ちだぜ。くそここはちっちゃ。これ大丈夫か。うわー、ちっちゃい。頑張れ。いけ。
やった、いけるぜ。うわー、おーおー、やるやん。やった、いけるぜ。え、あー、だめだめだめ。よし、頑張れ。あー、やばい、押し出し。うわー、パワーじゃ全然勝てない。あー、これまずい。うわー、負けちまうよ。いけ、もうちょっと、もうちょっと。あー、まずいまずいまずい。こらえろこらえろ。お、やったね。おー、コクワらしい勝ち方するね。次は私だよ。勝ってね。いけ。うわー、それダメダメダメ、ダメです。負けないで。よし、おお、何何何それ何それ、どういうこと。両者互いに下がった。負けないで。よし、もう一発。負けないで。いけ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 。あー、よーし、勝った。技レベルがアップしたぜ。今度はどんな技だべ。次は僕の番だべさ。頑張るな。よし、いけ。舞の海みたい。お、よし、もう一発。あー、よし、まだ大丈夫。よかった。お、こいつ強いな。一番ちっちゃいのに。俺持ってないぜ。緑、チェンジ。ごめん、持ってないんだわ。あ、僕持ってない。ハヤト、チェンジするべ。誰も持ってないみたいだべさ。あれや、今回終わりか。よし、今回終わり。じゃ、スタッケ、スタッケバイビー。スタッケバイビー。そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。スタッケバイビー。よーし、何時かな。あらら、もう4時かな。競争しようかな。あと3日間ここで川遊びなんだ。水泳大会に参加したかったらみんなに話しかけてね。うん。あら、おっしゃって。水泳大会したの。私と水泳競争してみる。もちろん競争する。じゃあ川島の赤橋の下にある三本丸太のところまで、どっちが速いか競争だからね。よし、じゃあ二人とも頑張ってね。よーい、ドン。はい。よっしゃ。え、うわ、早いな。みどりちゃん早い。前遊んでたんだな。今回も俺が勝つよ。よし、いけるいける。あー、やばい、空気空気空気、危なー。溺れるとこやった。
し。よし、勝った。やった。ああ、負けちゃった。勝った。おお、魚いるじゃん。いろいろ、つるつろ。え？あ、違う。ミミズ。うお、来た。うお、あれ、なんだ。反応できないよ、あんな速さ。来た。おしょろこま、またお前か。これな、これよく釣れるな、ここで。お、来た。入れ食いだな。またお前か。おしゃれこまばっか。おい、来た。おしゃれこま。鼻かじが釣れなくなってきた。ヤマメ、おお、でかい。もう一回、来た、早い。おしょろこま。おしょろこま、もう影で分かった今。来い。一匹ぐらいいるでしょあそこ。違うかな。興味示さない。じゃ。お、はじめ、あ、違うか。初めてじゃない。うぐい。久しぶりすぎて、もう忘れてた。来い。来い。おしょろこまか。もういないな。帰ろ。あ、違う。あ、潜っ、あ。移動したら魚変わるんだ。魚影が増えてる。おしょろこま。おしょろこまばっかいいやろ。さてと。あ、今日俳句やってないな。まあいいや。ねえ、そっちの机の方にいろいろ置いてあるのは何なの？ああ、これはバーナーだよ。日本で私みたいに両方やってる人はあんましいないのさ。こっちでやってたのは吹きガラスといって、バーナーとはかなり違うんだ。どう違うの？吹きガラスは溶けたガラスに息を吹き込んで風船みたいに膨らますことが基本なのさ。グラスやランプみたいな形のものを作ることができる。一方バーナーはソリッドワークとも言うんだけど、ガラスの棒や板を直接ガスバーナーで熱しながら曲げたり伸ばしたりして
オブジェなんかを作っていくのさ。イタリアのベネチアが有名なんだ。なんだかわからないけど、そうなんだ。ソリッドってすごいな。メタルギアを思い出す。なんだっけ、固形とかなんかそういう意味だね、確か。あ、いけない。あ、いけるか。あ、いけないんだ。6時です。夕飯の時間だよ。ろうそく集め、ご飯食べたらすぐ行くのかい？うん、レイ君があまり遅くならないうちに行こうって。こっちの七夕はね、夜子供たちがみんなで集まって近所の家々を回るんだよ。そうなんだ。あれ？それって七夕？そうだよ。じゃ、いただきます。いただきます。ハロウィンみたいだな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日は綺麗な月が出てるね。お月様でウサギがお餅をついてるって言うけど、僕どこがウサギでどこがお餅なのか満月を見ても全然わからないんだ。そうなんだ。ねえ、僕くんも七夕のろうそく集め、緑たちと一緒に行くんだよね。行きます。じゃあこの後すぐにガラス工房のところに集合ね。あそこか。ちょっと打ち解けてきたね。なんか緑ちゃんと当たりが結構優しくなってきた。えーとかって言われてたけど。あ、いや、やばいやばいやばい。何やってんだこれ。行こうかな。あれ、こっちからでよかった。何かいるかな。いるかな。やったね。ノコか。ノコって言ってなかった？ノコだなとか。砂糖水を使おう。使おう。何かいるかな。お、やったね。結構いるね。お、でかい。何かいるかな。おお。なんだこりゃ。え？え、ノコギリじゃない。何かいるかな。結構いるな。やったね。夜だからか。何かいるかな。うん。何もいないや。さあ行こうかな。ろうそく集め。あ、水やってなかったな。端っこだけっていう。さあさあさあ行こうかね。来た来た。ねえ、僕やり方がわからないんだけど。なんの？こっちの七夕のことかい？それなら僕たちの真似っこするだけで大丈夫さ。どうやるの？こうやんだ。せーの。ろうそく出せ出せよ、出さないと引っかくぞ、おまけに買っちゃくぞ。でもそうやって歌った結果、もらえるのはなぜかお菓子だった。はーい、ガキンチョども、配給だよ。ハロウィンみたいじゃない？さて、全員に当たったかな？
当たったって当たりがあるの？内地ではもらうときに当たるって言わないの？言わないかも。なんでろうそくなのにお菓子なの？あれ、そういえばなんで？そういえばなんで？知らんよ。ろうそくは食えないっしょ。そっか。じゃあ次は？緑ちゃんちを落とすべ！えいえいおー！ろうそく出せ出せよ、出さないと引っかくぞ、おまけに買っちゃくぞ。わあ、すごい量だべさ。あれ、俺のお菓子は？パパ、あなたは大人でしょ？ごめんなさい。ろうそく出せ出せよ、出さないと引っかくぞ、おまけに買っちゃくぞ。ねえ、あの模様のどこがウサギなの？左上っしょ。でもやっぱりわからない。ろうそく出せ出せよ、出さないと引っかくぞ、おまけに買っちゃくぞ。ろうそく出せ出せよ、まあ、乗れてないな。出さないと引っかくぞ、おまけに買っちゃくぞ。すっげえ大量だぜ。あとは大神のばあちゃん家だけど、今レンガ橋が壊れてて奥の淵の方は通れないべさ。けー残念、行けねえのかよ。あれ、今年は人数が多いね。え、どういうこと？去年より一人だけ多く見える。それってまさか本物の幽霊だ。住職さんまで逃げんなよ。あれ、また同じかよと思ったけど、とにかくなんとか一人で帰らなくてはいけない。これお賽銭とかあったりして。早速除霊し始めたな。おお、なんか見つけた。何これ、ジェットサイダーの王冠、国旗シリーズ、インド。怖い怖い怖い。農協の BGM に金はダメだって。ここね、塗ったんだよね。何かいるかな。やったね。やったね。まあまあかな。何かいるかな。何もいないよ。ありゃ、砂糖水を使おう。お、お化けだぞ。あららららら、ら、まったくだらしねえな。あれ、何してたんだっけ。あれは誰なんだ。ツバメ大丈夫かな。よし、大丈夫だな。
何に使うんだろう。何かに使えそうだって出たな。なんかできるみたいだ。レンガがあと2つか。あら、眠くなっちゃった。ボクくん、絵日記書いて、おやすみなさいしよ。うん、ばあちゃん、おやすみなさい。私の趣味です。そんな私のもとに、ちょっぴり食いしん坊のお便りが届きました。ペンネーム、七夕の夜にみんなで歩いたよ。ろうそくをもらう歌だけど、なぜかお菓子をくれるんだ。ろうそくも欲しかったな。ろうそく欲しかったんだ。今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それではさようなら。